Normalmente empezamos la temporada en febrero y no es fácil aguantar hasta octubre en plena forma, ¿no? Pero bueno, por eso también los cinco corredores que estamos aquí hemos sido elegidos por el equipo porque éramos posiblemente los que mejor estábamos. Y bueno, pues para la carrera, lógicamente, por suerte nos conocemos la mayoría de corredores de los que estamos aquí. Si es una carrera muy dura, como favorito, posiblemente este Vaso. Si no es tan dura y se llega en un grupo pequeño, contaremos con Visconti, que puede que sea el corredor más rápido que hay en el pelotón. Pero por suerte, vuelvo a repetir que con el equipo que hemos traído, vamos a jugar la baza de la mayoría, que será lo que más nos acerca a la victoria. レースの1年間っていうのは2月から始まって10月まで非常に長いので、これを良い状態で続けるっていうのはとても難しいことです。でも自分はチームに恵まれていて、こんな素晴らしいチームメイトに囲まれているので、良い状態でいけるんではないかと思っています。で、今回本当に強い選手が多いんですけれども、その中でやはり自分としてはバスとビスコンティ、非常にライバルだと思っています。 今のチーム全体で勝ち上げになっていきたいと思っています。本当に今でもこれだけの今日登場した素晴らしい選手が日本でレースしてるっていうのが不思議でしょうがない気がしますね。今永さん、本当にもう期待大ですよね。まあ素晴らしいチームっていうふうに言ってましたけれども、モレーノ、はい、モレーノ選手、はい、 またツールドコローニャ今年8月に対戦された連戦ですが、アレッサンドロ・バラに続いて総合2位を獲得したり、本当にビッグレースで上位に食い込んでいる。ベルさんもちろんね、バルベルで総合優勝、はい、地引きながらですからね、すごい足元ですよ。またその他にも素晴らしい選手たくさん揃っていますね。ラストラン選手もラストラン、はい、ラストラン選手今 出場でステージ優勝されている選手、3大ツール全てで、はい、本当にすごい、なかなかないですよ。それだけの写真を撮りたいという方も多いです。たくさんいらっしゃると思います。またナビロ・ベスガルシア選手に関しましても、やはり名アシストということもありますが、 ドイツツアーでステージ優勝をされ、総合最強の実力がある選手です。そして今回ベルタでバルベルデを支えた選手の一人ですよね。また LBT選手も昨年ブエルタでステージ優勝を飾られまして、それぞれのご自身でも勝てる選手たち、これがまた調子がいいというロドリゲス選手を確認、どのようなレースを見せてくれるのか明日楽しみですね。強烈な特急列車ですよ。本当強烈そうですね。その戦いをぜひ見せてほしいですよね、皆さんね。ですね。さあ、このみんなで期待をしたいと思います。レースでバーに皆さんです。明日はぜひ頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。頑張ります。ごめんなさい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 。ご